アラゴルン、アラゴルン二世、第3期2931年3月1日、第4期120年3月1日は、JRR トールキンの中津国を舞台とした、小説、指輪物語の登場人物。北方王国アルノールの王党を継ぐ剣術にたけた、ノブセリ、レンジャーであり、ドゥーネダインの十六代族長、フロドバギンズを、 窮地から救い出し、指輪の仲間の一人として同行した。指輪戦争では総大将として、ゴンドールとローハンの人々を率いた。指輪戦争後は、第26代アルノール王、第35代ゴンドール王、最統一王国の初代上級王となった。父は、北方のルネダインの15代族長を争るんに母はギルライン。妻はエルロンドの娘で、 エルフのアルウェン運動を見える。息子にエルダリオン、他に名前不詳の娘が数人いる。2931年、アラゴルーンは、北方のドゥーネダインの族長アラソルン二世とギルラインとの間に生まれた。彼が二歳の時に、父アラソルーンは、多くによって殺され、アラゴルーンは酒谷のエルロンドの保護するところとなった。アラゴルンがイシルズの四継であることを隠すため、 彼の蘇生は本人からも隠された。エルロンドはアラゴルンをシンバールン語で希望を意味するエステルと名付け養育した。2951年20歳になったことを機にエルロンドより己の真の名を明かされイシルドアの四継であることを告げられる。そして折れたナルシルとバラヒアの指輪を渡された。しかしアンヌーミナスの王爵は引き続き預かった。同年。 ロスローリエンから戻ったアルウェンとサケタニで出会い、愛するようになった。この時から、北方のノブセリの資料として、荒野をさまようものとなった。2956年、魔法使いのガンダルフと知り合い、友人となる。ガンダルフの助言により、アラゴルンと北方のノブセリたちは、ホビットの住む、ホビット賞を守るようになった。ホビット賞の小社会の外側の人々より、 ハセオット、と呼ばれるようになる。2957年から2980年にかけてアラゴルンは南方に赴き西方諸国の士気を上げサウロンとその同盟国の勢力に対抗するべくローハンのセンゲルオとゴンドールの摂政エクセリオン二世に戦の将として仕えた。身分を隠していたがローハンとゴンドールの人々から死害を込めシンバールン語で 星のワシ意味する、ソロンギルと呼ばれた。2980年、ゴンドールの召喚隊を率いて、ウンバールの海賊を攻め、多くの船を焼き、彼らの支配者を殺した。しかしアラゴルンはこの成果をもって、ゴンドールを去ることを決め、仲間たちを困惑させた。2980年、長年の冒険の疲れを癒すために、ロスローリエンを訪れ、そこで、 アルウェンと再会。ケリーン・アムロスの丘で二人は婚約をした。婚約の印として、アラゴルンはカーノ、下方のバラヒアの指輪をアルウェンに渡した。エルロンドは、後にサケタに訪れたアラゴルンに、アルノールとゴンドール両国の王となることが、アルウェンを花嫁にする条件であると告げた。3001年、ガンダルフの要望に応え、ロバニオンに、 ごくりを探したが見つけられず、3009年に、再びごくりの探索を開始した。2月1日、アラゴルンは、モルドールに近い死者の沼でごくりを捕らえ、3月21日に、闇の森の王、スランドゥイルに、ごくりを預けた。ガンダルフによる長い取り調べの結果、ビルボがフロドに与えた指輪こそが、冥王サウロンの作った一つの指輪であることが、明らかになった。 9月30日、アラゴールンは、ブリー村の踊る、コウマテで、酒谷へと向かうフロドの一行と出会った。この時は、次第へのビルに、長スネ、ヒコ、とも呼ばれた。この日から指輪戦争での彼の役割が始まる。この年アラゴールンは87歳、ヌーメノール人の末裔として、人生の政治を迎えようとしていた。10月20日、ナズグールの妨害に遭いながらも、 フロドとその仲間を酒谷へと送り届けた。10月25日、エルロンドの会議が開かれ、各地に住む自由の民の代表たちの前で、一つの指輪の来歴が明らかにされ、今後の処遇が検討された。一つの指輪をモルドールの火の山へと運び破壊するべしとエルロンドは告げた。指輪の運び手としてビルボとフロドが名乗りを上げ、エルロンドはフロドを運び手に選ぶ。 さらに、フロドの友の者として、サムの同行を許した。また、アラゴルンがイシルドアの四次であることが、エルフ以外の者たちに明らかにされた。オレタルケン、ナルシルは鍛え直され、アンドリルと改名された。十二月十八日、エルロンドは、フロドと共に旅立つ、指輪隊の総数を、ナズグールが九人であることから九人と定めた。フロドとサムに加えてガンダルフと、 エルフの代表として、レゴラス、ドワーフの代表として、ギムリ、人間の代表として、アラゴルンを選んだ。さらにミガスティリスへ帰るために同じ道を行くボロミアも、選ばれた。エルロンドは、指輪隊の残りの二人について、酒谷の家中から選ぶことも考えていたが、メリーとピッピンの立候補があり、ガンダルフの推薦もあって、それを受け入れた。12月25日。 指輪の仲間は旅立つ。1月15日、一行は、霧折山脈を越える道として、森屋の通過を選び、道を探し当てることができたが、ガンダルフは、バルログと戦って、奈落へと落ちていった。そのためここからの道は、アラゴールンを、指導者として、進むことになった。森屋を通り抜けた一行は、ロスローリエンで、旅の疲れを癒した。2月16日、一行は、 ローリエンを出発する。一行のそれぞれに森の奥方、ガラドリエルから贈り物が与えられ、アラゴルンはアンドゥリルの剣を収める美しい鞘を得た。また三層の船も与えられ、一行は分譲してタイガアンドゥインを下る。2月26日、一行はパレスガレンで野営をする。ボロミアは指輪の誘惑に負け、フロドからこれを奪おうとした。 フロドはこれをきっかけに仲間とは別に行動することを選んだ。サムはこれに気づき、フロドに同行することを決めた。また、メリーとピピンが魔法を使い、サルマンが派遣したウルクハイの部隊に捕らえられ、これを救おうとしたボロミアは命を落とす。残されたアラゴルン、レゴラス、ギムリはボロミアを船に乗せ水槽にて葬った。アラゴルンは、フロドとサムの運命は、 彼の手から離れたものと考え、メリーとピッピンを救出するためにウルクハイの部隊を追跡した。2月30日、不眠不休の45リーグにも及ぶ追跡の後、アラゴルンはローハンのので、エオメルと彼の部隊に出会った。エオメルは、アラゴルンとその仲間に2頭の馬、ハスフェルとアロドを与えた。追跡を続けたアラゴルンは、多くの死体の山を見つけた。 3月1日、アラゴルンは、メリーとピッピンが、ファンゴルンの森へと逃げ込んだ痕跡を見つけた。痕跡をたどっていき、アラゴルンはガンダルフに再会した。3月2日、ガンダルフとその仲間は、メルセルドに到着し、サルマンの悪しき魔法に囚われていた、セオデン王を解放した。3月3日、アラゴルンは、セオデン王を率いるローハン軍と共に、 サルマンがアイゼンガルドから送り出した軍勢をヘルム峡国で迎え撃った。3月4日、明け方にアラゴルーンはセオデン王と共に絶望的な突撃を試みる。同時にガンダルフがエルケンブランドを率いる援軍と共に現れ、アイゼンガルド軍は敗走した。逃亡した敵軍はファンゴルーンの森から南下してきたフオルンにより全滅した。3月5日、ガンダルフは 旅の仲間の三人と、セオデン王王、エオメルを連れて、アイゼンガルドを訪れた。メリーとピピンと再会、サルマンと対話。ヘビの下は、オルサンクのパランティアを投げ捨てた。その夜、ピピンは、パランティアを覗き込んでさ、ウロンの尋問を受けるが、何も明かさなかった。パランティアは、アラゴルンが所有することになった。ガンダルフはピピンを連れて、ミナス・キリスへと向かい、 残った者たちは、ヘルム峡国へと向かった。ハルバラドに率いられた北方のノブセリたちが、エルロンドの二人の息子、エルラガンとエルロヒアと共に、アラゴルンに合流した。アラゴルンは、パランティアを通じてサウロンに自らの存在を誇じ、挑戦した。これにより、指輪所持者に対するモルドール軍の監視の目を彼に、向けさせた。3月8日、アラゴルンと、 デゴラスとキムリ、ドゥーネダインとエルロンドの息子たちは死者の道に入り、真夜中にエレヒの石にたどり着いた。ここでアラゴルンはイシルドゥアの世継ぎとして死者たちを招集した。この死者たちはイシルドゥアとの約束を違えたためにイシルドゥアの呪いを受けてこの世に泊まっていた者たちだった。三月十三日、アラゴルンの一行はペラルギアに到着した。アラゴルンは 死者を招集すると、海賊船に乗り込ませ、船を奪った。この功績によって死者は解放された。3月15日、ペラルギアで奪った船に乗り、ペレンノール屋の合戦に、アラゴルンは合流する。激戦の末、敵は撃ち倒された。アラゴルンは、ミナスティリスへの入場を避けていたが、ガンダルフに壊れて、ファラミア、エオイン、メリーの治療のため、セリオインに入った。 彼は三人を回復させた後も、夜通しで他の者たちの治療を行った。3月16日、ミナスティリスに王の帰還の噂が広がるが、アラゴルーンは身分を明かさず、場外にやえした。彼はイムラヒル大公とエオメル王を招き、次の作戦を協議した。彼らはガンダルフの助言に従い、指輪所持者フロドから、 明王の関心をそらすために行軍することに決めた。3月18日、アラゴルンは軍勢を率いて、モルドールのクロモン、モランノンへと進軍を開始した。3月23日、恐怖に耐えられない者は後に残ることを許し、カイアンドロスに向かわせた。3月25日、クロモンの前でサウロンの口と交渉する。モランノンの戦いが行われた。 その最中に、フロドが使命を果たして、一つの指輪は、オロドルインに葬られた。サウロンは、完全に滅び、モルドール軍は改装した。五月一日、ミナスティリスの門の前で、ファラミアはその住人に、アラゴルンを王として受け入れるかを問い、アラゴルンは、受け入れられた。王としての名は、シンダールン語で、エルフの意思を意味するエレッサール、であり、王家の名は、シンダールン語で、 ハセオットを意味するテルコンタールであった。下死の前日、エルロンドとアルウェンはゴンドールに到着。アラゴルンはエルロンドからアンヌ・ウミナスの王爵を手渡された。下死の日、アラゴルンとアルウェンの結婚。7月19日、セオデン王の葬列がゴンドールを立つ。アラゴルンとアルウェン、指輪の仲間も同行した。8月14日、 セオデン王の葬儀と追悼会の後、アラゴルンと指輪の仲間、エルロンドと酒谷の一行は旅だった。アルウェーンはエドラスに泊まり、これより二度とエルロンドと会うことはなかった。8月22日、アイゼンガルドにて、アラゴルンは、エルロンドと酒谷の一行、指輪の仲間と別れた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。